どうも秋山です。今から激辛ペヤングとニンニクマックスペヤングを混ぜて食べてみたいと思います。残念なとことにミスったことに火薬を先入れるのを忘れました。アホよし、混ぜよう混ぜよう。どこ開く口ってないんやけど、どこからでも開くわ。こっちが何、これが激辛、激辛ソース。激辛ソースで、一つに全部入れるの、それとも二つに入れる、混ぜちゃう。だ全部混ぜるよ。だったらまずそのペヤングをこのバカって上に、そうバカった。え、何これ、もうやばい、ドロドロ。え、これニンニク、ニンニクやな。ほれ、ちょっと気分悪くなってきた。うわ、匂いやば。うわ俺映せよ。なんでペヤングだけ映してんの。うわ、やばい、匂いやばい、これいけるな。ちょ、もう離れとけ、離れとけ。やばい、俺映ってんの。でもちょっともうこれぐらいの距離なかった俺が呼吸困難で死ぬ。ちゃんとアップで映してる。いや俺だってニンニク嫌いやから。ちょっと待って、え、多分でも中身見せれんやん。だってじゃあ俺に死ねと。だって食ってみたやで。こんな感じです。全然混ざってないですけど、これ麺多すぎたな。今まだ混ぜようっすけど、アシさんがガチで死にかけてるんで、ちょっと早めに食べて処理したいと思います。てかやばい、食べるよ食べるよ、いくよいくよ。もうこれ一回消しな。消しな、もう。大丈夫。いや、もう全然大丈夫じゃないよ。口呼吸に切り替えたらなんとかなるわ。何分今。今4分。食べようだけじゃなくてちゃんとコメント言わな、どういう味になったのか。味正面言うと、激辛ペヤングの辛さが勝ちすぎてニンニクとか全然関係ないっす。辛すぎる、やばい。でもな、なんだよな、もうニンニクの匂いはもうとりあえず消されたんじゃん、これ。なんだろ
8メートルぐらい離れなに寄ってくるね。マジでこれぐらいの強さなの。だってもうあの道の端ギリギリまで行って来るかこんかレベルやから。とりあえずもう今俺死にそう。俺別の意味で死にそう。辛すぎてやばい。でも早う食べてや。あ、いろはすいろはす。正直僕には食べれません。無理です。いや普通のペヤングとニンニクマックス、激辛ペヤングとニンニクマックスは混ぜちゃダメです。いや食べれんし、ニンニクの匂いやばいんで、もうやめとった方がいいです。じゃあ、またな。